大時刻天皇と毘沙門天皇、その天皇のことについてですか？はい。は？両脇に書いてあるんですね。あ、わかりました。ご本尊様の両脇にこうちょっとこうなってありますね。おもじのようなおもじでないような、それは何でしょうか？どれ？愛人と不動明王のことです。凡字で書いてある。これはね、要するに毘沙門天皇と時刻天皇と太上天皇と、これ四天皇という意味、それは仏国土を守るという意味、その体を守るという意味、これ四天皇に一人だけ拝んでもダメなんですよ。四天皇がそのままあんた方を守るという意味、それは両脇にね、おかしなしでこう書いてある。あれは愛染妙王と、それから不動妙王の不動と愛染を表したものです。ただ一分くらいでね、不思議な権能様があるんです。それを左方王と言いますが、これは桑名だと思いましたかね。桑名っていうのがあるんです。左方に普通は右に押したらなんです。不動明王は。で、愛禅はこっちに。それを逆に左に押したらなんです。大乗院さんが。それを、左明王。左不動か。はあ、そいつは間違った。で、その、ゴンゾン様が、コアナにある。それは大聖人の仕方は面白いお方です。面白いって言うからもったいない話ですけど、気ままなんです。こういうふうに書かなきゃならない、ああいうふうにしなきゃならないとお考えはない。ご自分で書きたい書いてる。お手紙なんかもね、こう紙があるんですよ。さあさあさあとお書きになるんですね。それとお尻がなくなってしまうでしょ。昔は紙っていうものはないもんですから、そうすると今度はね、小さく長い途中が書いてくる。読めないでしょ。どうする？こうサラサラっとお書きになるんですか。まだ書き足りないところで空いたところと書いてくる。そういうね、面白い方なんです。だから、気の小さい人間にはわからない、ね。とても面白い方。だから、ゴンゴン様のお仕方にでも、ね、みんな気を小さくしてね、こうしてやらにゃならん、ああしてやらにゃならんってお考えはない。自分で書きたいように書いて。紙があまり足りなくなって、今度普通は何面法令が二次元で書くの当たらないでしょ。ね、なんかお書きになんない、横っちゅうの方がいい。そういうね、面白い方、気の強い方、何も考えてない、怖いとか人に悪気がある、そういうことはお考えはそばさない。お手紙でも、ね、その通り、ましてやご本尊様のお勤めの方なんかね、あれは活発ですよ。頭がさ、ここに自分の名前を書かにゃーなんてことを考えてらっしゃるね。ゴンゾン様ができたらね、あとは名前を横に書いたりさ、縦に書いたりさ、そういう方なんですけど、ただ、
今法安殿にお祭りしてあるご本尊様だけはですね、本尊師していましてね、パーと言ったのマーコロを込めて押したのよご本尊様ですから、日刊上人様も今の法安殿のご本尊様を、ね、大上人様出世のご本尊様とおっしゃってるというね、ああ立派なもんです。ああ形式もずーっとなっておりますよ。見てごらん。思わんでみれば、貴重な話ではわからんぞ。思わんでみると、こうやって、ずーっとこう丸型になってる。拝むときにきちっと見て拝みなさい。丸型になる。人間の形になる。一回本領事です。負の命のあり方をあの中に示してある。バカに言えばね、何見たってわからねえ。本気になって拝んでおる。人間の姿です。そういうわけだよ。まだあるかい？何？